ここでいいのかな。これ。
iPhone 本体の方に、写真の方につけていくということになります。ということでちょっと見てみます。はい、とりあえずここまでは来たんですけど、全然長さも左右違いますし、まあ調整は必要ですね。あとここを止めるネジがちょっといいのがないので、ちょっと工夫しないといけないです。ちょっとここもう稼働しちゃうんで、ここもちょっと何かスペーサーかなんかを入れてあげないとダメかなと思います。でまああとはジャイロをまだつけてないので、ジャイロもつけるんですが、まあ、今回はここまでにしたいと思います。で、まあ、次回は、とりあえずベルクランク、まあ、届いたらそのベルクランクを入れて、で、まあ、可能であればこの辺の長さ調整だったり足回りの調整をしていきたいと思います。それでは。